いわゆる軍人っぽくって言えなくて、軍人の中でも一応一番冷静であって、状況判断がしっかりしてる。だからいわゆるダーッていう大声を上げるということはちょっとやめてほしいっていうことは言われましたね。まあ変な話だけど、ヤマトの沖田をずっとやってたもんだから、それよりは若いっていうかな いや、ちょっと若いんで、違うかもしれないけど、まあ冷静さとかそういうきちっとしゃべるっていうことではそんなに苦労はしなかったですね。はっきり言ってこう全体を見てないもんだから、一体どういう話なんだかよくわからないんですよね。だから敵に対して上からの命令で、それを伝える、処理をするっていうか、それだけですね、やったのは。だから相手が、敵側がどういうやつで、どういうやつだからやっつけようとかっていう、そういう感覚は全くなくて、その場の状況を自分なりっていうのかな、台本通り、読んで判断をして、それに対して意見を言うとかっていうようなことだったんじゃないんですかね。台本をもらってみると、まあ変な話だけど、昔からやってるアテレコの役者がいっぱいいるんでね、わあ懐かしいなとか、こいつらに会えるななんていうこと行くと全然いないし、なんだよこれは一体っていうようなことはしょっちゅうありましたね。だから、まあ、ミッキーと久しぶりに喋れるかとかね、なんとかでと思ってもいないでしょ誰も。ただ目黒君っていうのが副官だったかなんだかやってたんで、彼とはしょっちゅう会ったんでね。で、その役の話じゃなくて、こういう芝居がありますけど、なんつって目黒君の芝居を見に行ったりね、そういうことはありましたけどね、番組について喋ったってことはまずなかったですね。何本も打ち上げやったんですよね、これ。あっちこっちで。これで終わりだろう、これで終わりだろうっていうのが、まだこれあるんだって、今度は全部それ新しくやるんですか。だったらぜひ、見て、感想などをお聞かせ願えれば、今後の参考にいたしますんで、よろしくお願いいたします。